富士フ,フィルムのリバーサルフィルムをネガ現像して仕上げた例。アッグファのリバーサルフィルムをネガ現像して仕上げた例。コダックのリバーサルフィルムをネガ現像して仕上げた例。クロス現像、クロスプロセスは銀塩写真フィルム、特にカラーのそれの処理において、リバーサルフィルムをネガ現像の工程で、あるいはネガフィルムをリバーサル現像の工程で現像する方法である。 色合いやコントラストに本来と異なる像が現れることを意図する手法である。白黒ネガフィルムを白黒リバーサル現像することはカラーの場合ほど特殊な意味はないので特にクロス現像と呼ぶことはあまりない。クロス現像の持つ効果はコダックの指定する標準的な現像方法であった C-22 現像と E-4 現像の時代少なくとも ナショナルジオグラフィックに掲載された宇宙飛行士のアランシセパードによりエクタクロームで撮られた写真が C-22 現像をされたものであった。この写真はマスキングされ修正されてライフとナショナルジオグラフィックの両紙に掲載された。現在ではネガ現像では C-22 現像に変わり一般的となった C-41 現像。 個人現像では E-4 現像に変わり、一般的となった E-6 現像が使われる。一般に、クロス現像の結果は、基本的に次のようになる。クロス現像は、ファッション写真やミュージシャンを撮影した写真に見られ、ローファイ写真ブームによって注目された。2005年公開、トニー・スコット監督の映画、ドミノは、カラーリバーサルフィルムで撮影され、 クロス現像処理されている。ジェームズ・イーブズとヨハネス・ロバーツとが共同監督したヘルブリーダーでもカラーリバーサルフィルムで撮影されクロス現像処理されている。伝統的に見てカラーリバーサルフィルムを C-41 現像するというパターンが一般的である。商業写真や暗室の業者にはこの現像を行う者がいる。 クロス現像はカラーネガフィルムやカラーリバーサルフィルムを白黒写真用の現像液で現像することもできる。塩酸、ネクロム酸使用混合液や酸溶化溶化、カリウム溶液を使用した白黒写真用現像液で現像されたカラーフィルムを漂白することでも変わった効果が得られる。この漂白されたカラーフィルムを再録をし、 意図的にカラー用の現像液で再現像すると比較的微妙にローコントラストになりパステル調の画像を得られる。クロス現像処理されたカラー写真は必然的な色彩とハイコントラストが特徴であるとされる。クロス現像で得られる写真はケースによって異なり使用したフィルムの製造元やタイプ、フィルムが乾燥した光の総量、フィルムを現像した薬品、 といった多くの要因に規定される。クロス現像のもたらす効果は、デジタル写真の世界において、コントラストと明るさ、色調や彩度を調整する、数々の技術によって、シミュレートされている。アドビ h フォトショップやギンプといった画像エディターがそれである。しかしながら、通常のクロス現像された画像がもたらす、予測不可能性は欠落している。オンライン写真編集サービスには、 ピカニックのように、クロス現像効果を備えたものも存在する。デジタルクロスプロセス。ありがとうございます。